僕は希望が見たい。僕は希望が見たいんだ。希望がより輝くのは絶望に立ち向かう時だからね。戸上に脅迫状を出したのも停電を仕掛けたのも駒枝で間違いないのに、駒枝が犯人じゃない。さあ日向くん、僕と勝負してくれるよね。何が勝負だ、ゲームでも楽しんでるみたいに。駒枝が犯人じゃないとなると、犯人はテーブルの下で戸上をめった刺しにした人物。直径5ミリ。そっか、戸上くんを刺したのはテーブルの下じゃなかったのかも。何か分かったのか。この謎を先に解いてくれたのは田中くん。あ、意外なとこでキーパーソン。俺様は通りすがりの田中ガンダムだ、覚えておけ。トン。田中くん、そのイヤリング。魔剣のイヤリングだ。どこで見つけたんだっけ。貴様らごときの目で見抜けないのも無理はない。だが破壊神暗黒四天王の力をもってすれば造作もないことよ。これぞエビルスフォースアイズだ。どうしよう、聞いてるだけで恥ずかしいよ。地下世界があれほど勢力を広げていたとはな。地下世界、そうか、床下か。そう、この空間の床下には人が十分入るスペースがあったんだよ。犯人は床下で戸上を待ち構え、床の隙間から戸上を刺したんだけど、大広間から床下に入る入り口なんてねえぞ。おそらく床下に入る入り口があるのは厨房だな。は？え？この空間には大広間と厨房の2部屋しかない。外から床下に入れない以上、厨房が唯一の床下の入り口のはずだ。いや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 、ちょっと待ってよ。厨房から床下に入れるからってどうして僕が犯人なのさ。あんたが盗作さんを殺したの。だから違うって。違うんだよ、違う。3回言うのは怪しいの。本当に花村くんが犯人なのかな。だって花村くんはあの停電の時この部屋にいなかったっけ。みんなどこにいるの。停電って厨房だけじゃないの。あ、確かにてるてるちゃんの声は聞こえてたっす。ほら、僕は床下なんて言ってないんだ。困ったね平田くん、反論されちゃったよ。狛江だ、お前わざと。第一、僕が戸上くんを殺すわけないじゃない。いや、その声こそが証拠なんだ。小泉の撮った写真にお前は写っていなかった。それなのに俺たちはこの部屋でお前の声を聞いている。なぜか、それはお前が床下から声を出していたからだ。違うって。写真は停電の前に撮ったもんなんでしょ。僕は停電になってから慌ててこの部屋に入ってきたんだ。だから僕は犯人じゃないよ。床下なんて言ってないじゃん。それは違うぞ。自分で言ってたじゃないか、チキンを焼き始めたら何があっても離れられないって。それは超高校級の料理人のお前が料理を放り出してわざわざ暗闇の中この部屋まで来たとは考えられない。この事件の犯人は花村、お前しかいない。ちげえって。オラじゃねえ、オラじゃねえってばよ。オラがそげんなことするはずねっちゃろが。駒井田くん、何してんの。バレちゃった。まさか誰かを殺すつもりなの。戸上くんなら僕の意図に気づいてくれると思うんだよね。戸上くんをダメだよそんなの。ねえ花村くん、2年間の記憶がないのって本当かな。え、2年って長いよね。本当だとしたらどうなってるんだろう。それは知りたいよね。帰りたいよね。だからって誰かを殺すのはダメだよ。絶対絶対。ねえ花村くん、花村くんには迷惑かけないからさ。だからナイフのこと内緒にしといてくれるよね。戸上くん止めねえぞ。お前だ、止めねえだ。うわすごいな。大量だ大量だ。止まらねえよ、飯を食う手が止まらねえよ。
神くん、どう？愚問だな。うまいに決まっているだろう。ダメだ、絶対にダメだ。お前だ。おい、お前何をしている？やめろ。痛い。くそ。うわあ！みんなどこにいるの？停電って厨房だけじゃないの？いやちょっと待って、中トローが伝えなさっきから何抜かしとるか。こいつ絶対嘘ついてるよ、奥に出ちゃってるもん。おめえたちのあやふやな推理で決めんでね、そげな風に決めてえことはねえぞ。ああがっかりだな。そんな見苦しい笑がきするなんて超高校級の君らしくないよ。狂気は何だってか、オラが犯人だって証明できっちゃが。狂気はこれだ、これが全ての真相だ。花村てるてる、ギャートルズンザンダポリベ。議論の結論が出たようなので、毎度おなじみの投票タイムといきましょうか。ちくしょう、こまえだなんかにそそまかされんなよ。なんであそこに戸上くんがいるんだよ。なんで戸上くんは守ろうとしたんだよ。花村くんも駒枝くんもみんなをね。戸上くんはすごいよね。僕なんかまで守ろうとするなんてさ。てめえぶっ殺されてんのか。残念、ね、ぶっ殺されるのは僕じゃない、花村くんだよね。花村くんは僕を殺して自分だけ生き残ろうとしたんだもんね。違うんだ、僕は。ねえ花村くん、死体が僕じゃないって分かった時点で君は全て分かってたはずだよね。それなのに君は言い出さなかった。僕が犯人だと思われればみんな死んで自分だけ帰れるって思ったんだ。やめろ、戸上君を殺してみんなを殺してでも家に帰りたいという希望を達成しようとしていたんだよね。僕は好きだな、その独りよがりの希望も。母ちゃんが待ってた。女で一つで僕たち三人兄弟養ってくれて、仕事忙しいのにいつもご飯作ってくれて、僕母ちゃんに料理作ってあげたくて料理人になったんだ。母ちゃんの肉じゃがも作れるようになったのに、それなのに2年間も記憶がないなんて言われたから。花村さん、投票の結果、黒となるのは誰か。ワクワクのドキドキだよね。では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。助けて、死にたくないよ。助けて、死にたくないよ。やだ、助けて、死にたくないよ。誰か助けて。母ちゃん、ごめんよ。おぷぷぷぷ、いい感じ。というわけで出血大サービス。残り14人の中に裏切り者が1人います。裏切り者？回りくどい言い方しやがって。つまりモノクマのスパイということか。これはさすがに駒枝で間違いないでしょ。僕は希望のことを裏切ったことは一度もないけど。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ小僧がよ。僕を殺したいならいつでも殺してくれて構わないんだよ。そこから絶対的な希望が生まれるなら、僕の命だって安いもんだよ。お前のせいで花村が、戸上が。ああそうそう、彼戸上くんじゃなかったんだよね。なんだって。捜査の時に見つけたんだよこれ、戸上の電子生徒手帳。名前が違う。
超高校級の詐欺師。キャビー、あのピャクヤちゃんはピャクヤちゃんじゃなかったすっごい才能だよね。だってここにいる誰も彼が戸上くんじゃないなんて思いもしなかったんだもん。すっかり騙されちゃったよ。でももう死んじゃったからどっちでもいいか。殴るぞてめえ。あ、どっちでもいい。 あいつが俺たちを精一杯守ってくれたリーダーであることに変わりはない。最後まで俺たちを守ろうとしてくれた。殺し合いなんてさせないって。戸上の名にふさわしい誇り高いリーダーだった。うん、そうだね。あ、んがてめえは昼間のあんたの態度、学級裁判の時もだけどどうかと思うよ。関係ねえだろ。関係あるわよ。こんな状況なんだよ。私たちに疑わせるような行動はやめて。ブブブブブ。あ、写真のこと知り合いなの？おい、この写真撮ったの前かなあ。話して。私この子知らないわよ。おい、殺してやる。これが本当なら殺してやる。お前ら、グッドモーニング。今日も全開気分で張り切っていきましょう。よ、あ、おはようございます。ひなたくん、昨日は寝られた？いや、ほとんど。だよな、俺もだ。ねえねえ、今朝部屋に置いてあったこれ見たすか？いや、思い出させないでよ。血まみれの女子高校生の写真が入ってました。やっぱそうっすよね。みんなもそうっすか？やばいっすよね。希望が峰学園の制服でしたね。どうせモノクマが俺たちをビビらせようとしてるんだろ。俺様を脅すには稚拙すぎる手口だ。なあ、もう殺し合いなんて起きないよな。おう、裏切り者の駒枝もいねえしな。あれ、おい、駒枝は？駒枝くんに何かしたの？まさか。もう殺しちゃったんすか？ちげえよ、ちょっとおとなしくしてもらってるだけだよ。この島から出られるようになるまでおとなしくしとってもらうぞ。ねえ、僕を殺すなら僕にも協力させてよ。みんなが輝くための踏み台になりたいんだよ。うまい具合に僕を殺してほしいんだ。この野郎、戸上と花村の分ぶん殴ってやろうか。やめんじゃん、今は縛っとくだけで。けどよ、お前は喧嘩っ早すぎるんじゃ。むやみやたらに己の力を使うでない。じゃあ、ちょっとやりすぎじゃない？まあいいんじゃん、次誰か殺しそうなのもあいつだし。駒枝さんってちょっと不気味というか。いや、まっこそ不気味っすよ。俺様も同意しよう。わけのわからぬ人間と関係性を築くことは不可能だ。あ、人のことはわかるんすね。半端な仲間意識は命取りだぜ。は？どういうことだよ。いざ殺すって時に情にほだされても面倒なだけだからな。なんでお前は殺し合いの方に持っていこうとするんだ。実際に人は死んでんだろうが。やられる前にやる、それが極道だ。少しみんなに歩み寄ったらどうだ。一緒にいた方が安全なのは確かだ。俺はてめえらとつるむ気はねえ。
どうした？ううん、別に。ああ、お疲れさん。なんであいつ抵抗しなかったんだよ。狛枝に朝食持ってってあげようかな。狛枝に、うん、ずっと縛られたまんまじゃかわいそうだし。もう小泉お姉は優しすぎるんだよ。小泉さん素晴らしいです。まあいいけどよ、花村みてえにそそのかされねえでくれよ。は？小泉お姉が人殺しするわけねえだろ、ゴミカスも向けられろ。言い過ぎだろ。ねえ小泉お姉、狛枝なんていいじゃん、海行こうよ。え？いいでしょ。小泉お姉がいないと帯自分で締められないんだもん。そうだね、じゃあ狛枝のとこ行ってからね。あ、おい、行くのはいいけどなるべく一人にはなるなよ。大丈夫だし。そうだ日向、昨日の裁判良かったよ。頼りないなんて言ってごめんね。ああ。フラグが立った。フラグが立ったっすよ。ちょっと始めちゃう。なんだよなんだよ。よいよいよいよ。よいよいよ。変わり。まあ、何をイライラしてるんじゃ。別に。別にじゃ。あ、ちょっとこっち来い。やだよ。こっち来い。なんでだよ。相手してやるからこっち来い。マジかよ。あっしゃー。おっさん強えもんな。俺わかるぜ。お前はな、キャラだと筋肉の使い方がまるでなっとら、何も考えとらんようじゃ二遊止まりだぞ。うるせえ、頭空っぽのようが夢詰め込めんだぞ。何それ、知らねえのかよ。知らない。でもそんな知らなくてもキャラ減っちゃら。知ってんじゃねえかよ。おい待てよ。あの子まだまだ強くなるね。何目線。私も行くとするか。おい、みんな、お前も少し気晴らしした方がいいぜ。狛枝も動けねえんだし、だからよ。下等生物が何の相談だ。お前は関係ねえから気にすんねん。何、俺様が貴様らのことを気にするとでも思ったか。笑える笑えるぞ。我が名は田中ガンダム。俺様が欲しいのは沈黙と無関心だけだ。沈黙と無関心だけだ。寂しがってんじゃねえか。ソニアを誘いたいから海に行かないかって。ひなた、田中もどうだ。おい、この覇王を道連れにするとはな。その勇気に免じて少しだけ戯れてやらんこともない。田中くんの、みんなもどうする。なるべくみんな石の方が安心だと思うんだけど。そうっすね。私なんかを誘ってくださるんですか。ありがとうございます。断る理由がありませんわ。控えろ。うん、今度こそ水着シーンっすね。あ、じゃあ1時間後にビーチハウスで。はい、オッケーっす。ありがとうございます。ソニアさん来たー。ソニア、何色の水着っすか。あれ、七海は行かないのか。ああ、そうか。ビーチでもゲームできるよね。行く。七海は不安じゃないのか。何が。いや、その2年分の記憶がないんだぞ。日向くんは不安。そりゃそうだろう。だって俺は自分の才能だって思い出せてないし。でもさ、みんななんだかんだで前に進んでる、未来に進んでる。それはきっと悪いことじゃないと思うよ。そっか、そうだよな。ナームナーム、皆さん素晴らしい団結力でちゅ。いやい、モノクマ、あんた好みの展開にはさせないでちゅ。ぷぷぷぷぷ、モノミは本当にバカでブスだな。お前らが人を殺すために必要な動機用意しました。わわわわわわ、大変でちゅ。
どういう意味だよ。クソが、殺す、殺してやる。クソ、なんでこうなっちまったんだ。なんで。一定の自由時間の後、学級裁判を開きます。小泉なあ、さっきまで俺らっていい感じだったよな。海水浴なっつって言ってはしゃいでよ、普通にいい感じだったよな。それがどうしてこんなことになっちまってんだよ。動かないで。え、証拠が消えちゃうかも。え、証拠？学級裁判か。やるしかないよ。殺し合いなんて絶対に許してダメだもん。モノクマファイルか。もう見たくなかったのに。殺害時刻は11時頃。死因は頭部への殴打。このドアは小泉が塞いどるから出られやせんの。じゃあ出入りできる扉はあの正面玄関だけだね。小泉は最後の力でヒントを残してくれたのか。あ、ひよこちゃん大丈夫っすか。なあ、おめえさっきこっから走って出て行ったよな。出て行ってない。私今初めてここに来たもん。いや、すれ違っただろ。俺こいつが泣きながらビーチハウスから出てくるのを見たんだよ。私じゃない。私が第一発見者の相田は事件直前に西園寺とすれ違っていた。死因はこの落ちていた金属バットによる殴打で間違いないです。すげえ、バットなんてどっから持ってきたんすかね。これは多分、いや、おそらく即死だったと思います。即死だとすると、小泉は自分でドアを塞ぐことはできなかった。捕らえたぞ、シャガンの力をなめるなよ。何か見つけたのか。はい、外へ出ていく足跡は一つしかありません。犯人よ、この俺様が捜査に加わったことが誤算だったな。この部屋で他に出入り口になるのはあの高い小窓くらいか。でもちょっと高すぎるよな。そういや、クズリはどうした。またいねえぞ。はあ、いつは集団行動のでけんダメなやつじゃろ。うわ、お前だ。なんで。俺なんでなんで、上海ガニぐらいキチキチにしまったのに、紹興酒もぶっかけてたのに。紹興酒、紹興酒なんかかけてないでしょ。うん、あれイリュージョンってやつだ。でもさ、実は物見が来てくれたんだよ。もうすぐ学級裁判だからって。で、誰が殺されたの。小泉だ。あの明るい小泉さんが殺されるなんてひどいや。残念だな、僕を計画に入れてくれなかったなんて。お前だ、お前。あ、そうだ、日向君、自分の才能は思い出せた。いや、すごいや、自分の才能も思い出せないのに人の事件に首を突っ込むなんて。それは嫌味か。うん、僕は君に君自身の才能を早く思い出してほしいんだよ。僕はいつだって希望の味方だよ。時は来たれり、今こそ私有を決する時だ。さあ、学級裁判がその幕を開けるぞ。
それほど難しい事件ではなさそうだ。すごいよペコ山さん、もう犯人が分かったの？ああ、おそらくな。俺も見当ついてるぜ。謎の正体を捉えたのは貴様らだけではない。我が黒き炎からは何人も逃れられん。ビーチハウスの出入り口の足跡、あれは貴様のものだな、西園寺ひよこ。破壊神暗黒四天王を使うまでもなかったわ。そうなんすか、ひよこちゃん。違う、私が小泉お姉を殺したとか。うわひどいよ。泣き落としが通用するかよ、こんなぶさけ曲げるピグンだ。足跡なら相談に足跡も残ってたでしょ。な、俺を犯人扱いするのか。だって私じゃないもん。誰でもいいもん。向かう足跡はここにいる全員のものがあった。だが出ていく足跡はお前のものだけだ。俺はこの目で見たんだよ、おめえが泣きながらビーチハウスから出ていくの。これは言い逃れは厳しいかもしれんな。西園寺さんじゃないんじゃないかな。あ、西園寺さんが本当に小泉さんを殺したんだとしたら、一箇所しかない出入り口に足跡なんて残さないよ。てめえは何も見てねえだろうか。黙ってる。私も西園寺さんじゃないと思う。お前、狛江田の味方すんのかよ。そうじゃないけど。あいつが犯人に決まってんだろ。私じゃないって言ってんじゃん。感情に流されて真実を見定めようとしないなんてがっかりだな。あのビーチの足跡は小泉が最後の力を振り絞って勝手口のドアを塞いでくれたおかげで生まれた証拠なのだ。それは違うぞ。あ、積み木の検視結果では小泉は即死だったそうだ。うん、なるほどね。それと西園寺が犯人じゃねえってのがどうつながんだよ。小泉が即死だったなら自分でドアを塞ぐことはできない。だから犯人が俺たちにそう思わせるために小泉の死体を動かしたんだ。なんだと。つまり犯人は西園寺さんに罪をかぶせようとしたんだね。むしろ犯人は足跡の残っていた西園寺さん以外の誰か。俺様も今その推理に至ったところだ。ああ、自由っすね。西園寺、本当のことを話してくれ。お前はビーチハウスにいたんだな。じゃあどうしていなかったなんて嘘ついたんだよ。犯人だと思われちゃうのが怖かったんだよね。小泉お姉とここに来たのに気づいたらお姉が死んでて。一体ここで何があったのですか。多分犯人に気絶させられて。で、起きたら小泉の死体があったってか。なんでそう言わなかったんだよ。だって隠す方が余計怪しいだろう。あー、小泉よね。もう泣かないでください。私たちはあなたのことを信じています。もう大丈夫ですから。うるさいケロブタ、かつめこじらして死んでしまう。ケロブタですみません。どけ。犯人は西園寺に罪をなすりつけるために小泉の死体を動かした。でも正面口には西園寺以外の足跡が残っていない。だから可能性があるとしたらあの高い小窓しかない。あれはめえ自力じゃ無理だし窓も小さすぎだろ。ああ、わしにはちいと無理やわな。はしごでも使って逃げたってのか。でもこの部屋にはそれらしいものありませんよ。いや、俺たちの中であの窓から出ることができる人物が一人いる。日向君、犯人が分かったの。それはペコ山、お前だ。ペコ山さんですか。待てよ、どうやってこいつがあの窓から出るんだよ。ペコ山に届くような高さでねえだろ。根拠もねえのに言いがかりつけてんじゃねえぞ。なんで冬彦ちゃんがムキになってるんすか。疑われているのはペコちゃんすよ。うっせ。根拠はあるのか。ああ、ペコ山はいつもその竹刀を持ち歩いてるよな。竹刀。ああ、ペコ山は竹刀の唾を踏み台にしてあの窓から出てったんだ。ジャパニーズニートですね。だったらその踏み台の竹刀はどうなるんだよ。現場のことも回収できねえだろボケが。いや、竹刀の回収には竹刀袋を使ったんじゃないのか。竹刀袋をロープ代わりにして竹刀を回収したんだ。なるほど、超高校級の剣道家にふさわしい方法だね。ペコ山、本当にお主なのか。見事だ、日向よ。ひなた、お前の言う通りこの市内で私はあの部屋から出た。ペコ山があの部屋に行ったからって犯人とは限らねえだろ。もういい、これ以上はただの悪あがきだ。おめえは黙ってろ。
小泉を殺したのは私だ。小泉よね、写真撮って。またもう結構撮ってるよ。だって小泉よねの写真キラキラしてて好きなんだもん。ありがとう、ひよこちゃん。ねえ小泉よね、記憶が戻っても友達でいてくれる？当たり前でしょ。もしかしたら記憶がない間も友達だったかもね。ペコちゃん、どうして？これが私の道なのだ。すまんな。私まだ。さあモノクマ、投票タイムだ。私に投票するがいい。おい、お前ちょっと待てよ。話してください。ではお前らはお手元のスイッチを押して投票してください。その答えは正解なのか不正解なのか。待って。おやおや、小山さんが犯人なのは賛成なんだけど、もうみんな投票しちまってんだぞ。ペコ山さんには動機が見当たらない。当然だ、私に動機などない。私は犯人ではないからな。なんだって。もう手遅れだ、投票は終わった。面白くなってきたね。日向の推理が間違ってたってのか。推理は間違っていない。小泉を殴ったのも、あの窓から市内で脱出したのも私だ。だったら、だがただの道具に過ぎない私に動機などあるわけがない。道具ってペコ山さんは人間です。じゃあ道具であるペコ山さんを使った真犯人がいるってことだよね。ああ、それはひょっとしてクズリュウくんじゃないかな。本当のことを話せ。嘘ついたらそいつも殺すぞ。ちょっと、ひよこちゃんも関係ないでしょ。この血まみれの女は俺の妹なんだよ。あんたの妹？なんで俺の妹が写ってんだよ。なんで妹が血まみれなんだよ。説明しろ。こんな写真偽物だよな。なんでこんなもんが。記憶がねえ2年間の間に何があったってんだよ。だから知らないって。記憶がないんだよ。あんたもそうでしょ。てめえが撮った写真だってモノクマが言ってたんだ。そんなの知らないわよ。てめえが俺の妹を殺したのか。本当、あんたって最低ね。んだと。確かにこの写真は私があえて外したアプローチに似てる。この写真は人物を追ってない、状況を抑えてるだけ。多分状況証拠とか説明のために撮ったんだと思う。あんたの妹を殺した犯人の証拠を残しておくために。なんだと。写真家だもん。自分の撮った写真の意味くらい見ればわかる。でか！私まだ。これが私の道なのだ。すまんな。クソが、なんでこうなっちまったんだ。坊ちゃん、このドアからお逃げください。あとは私がやっておきます。くそ。どうしてペコ山さんが小泉さんを。ペコは俺直属のヒットマンだ。ヒットマン。私はクズ流組に拾われて生きてきた。私は坊ちゃんの道具に過ぎんのだ。俺はモノクマに突然あんな写真見せられてよ、小泉が撮った写真だって言うんだよ。なんでだよ。なんで俺は自分の妹が死んでるかどうかさ覚えてねえんだよ。おっちゃん、許せない。あんたが小泉をねえを。小泉に殺意があったのはクズ流で、実際に殺したのはペコ山。そうだ、坊ちゃんの意志で道具である私が遂行した。つまりこの事件の犯人は坊ちゃん、クズリュウ冬彦だ。
殺意とか道具とか関係ねえだろ。ペコ山がやったんだろ。なら犯人はペコ山じゃねえか。道具に意思などない。お前たちは道具に過ぎない私を犯人と断定し、真犯人である坊ちゃんにはたどり着けなかった。人間が道具なんて考え方成立するんですかね。それはモノクマが判断することだ。困ったね。クズリュウ君が犯人だと認定されればペコ山さんへの投票は不正解になっちゃう。ペコ山はクズリュウを生き残らせるために。ああ、私に投票したお前たちは全員処刑となり、坊ちゃんだけが生き残る。ああ、どうですか、どうですかこれ。ねえ、クズリュウ君はどう思う。あ、ペコ山さんは君にとって道具にしか過ぎないの。それは彼女を犠牲にして自分だけ生き残ることが君にとっての希望なの。坊ちゃん、いけません。ねえ、道具であるペコ山さんが焦るのはおかしいよね。ひょっとして自分の意思でクズリュウ君のことをかばおうとしてるんじゃないの。違う、違う。究極の選択だよね。どの道ペコ山さんは助かんないんだけど、クズリュウ君がペコ山さんを道具として扱って自分だけ生き残るのか、それともペコ山さんを人間として扱って犯人とするのか。坊ちゃん、坊ちゃんは生き残るんです。坊ちゃん、悪いなペコ、俺にはやっぱ無理だわ。だってよ、俺がそれ認めちまったらおめえ本当にただの道具じゃねえかよ。それが君の答えなんだね。ああ。ペコ、おめえの願いに応えてやれなくてすまねえ。坊ちゃんは極道としては心の優しすぎるお方。子供の頃からずっと一緒なんですよ。それくらいは道具にだって分かります。言ったじゃねえかよ、この島では今までの関係はチャラだって。なんで俺なんか守るとしやがった。モノクモ発表します。張り切っていきましょう。お仕置きタイム。ペコ山ペコ、ただでは死なんぞ。ペコ、てめえ俺のこと分かってたんじゃねえのかよ。俺に必要なのは道具なんかじゃねえ、そのままのお前だったんだよ。食堂でみんなに歩み寄れって言ってくれたよな。嬉しかったんだぜ、初めておめえが俺に意見してくれて。ようやくおめえと対等になったのに、なんで、なんでだよ。クズリュウ、おい、こんなそってしくしょう。クズリュウさん、まだ息があります。クズリュウさん、どいてください、どいてください。クズリュウ君はあちしが絶対助けまちゅ。クズリねえだろ、他に方法ねえんだし。そう
ましょう。はい。裏切り者が他の15人をこの島に連れてきた。裏切り者は未来機関という世界破壊者のグループに所属している。裏切り者って世界の破壊者なんだね。しらばっくれてんじゃねえ。裏切り者っておめえのことだろうが。でもさ、未来機関ってなんだかそっちの方が希望っぽい名前だよね。ん？才能に合わせたプレゼントだ。面白くなってきたね。早く部屋に帰って確かめてみようよ。おめえが仕切ってんじゃねえ。俺の才能が思い出せるのか。ねえモノクマ、これが僕へのプレゼント。どうだろうね。ウポポポポ。拳銃？これで誰か殺せって？弾が一発しか入ってないけど、ロシアルーレットってやつだ。この一発の弾丸を引き当てないようにすればいいのかな。ウポポポポ。当たっちゃったら死んじゃうけど、超高校級の幸運にかけてやらないわけにはいかないよね。これでいい？はあ、はあ、最高にポップだね。これは？僕って本当運がいいよね。でもこれが本当だとしたら許せないな。このまま野放しにはしておけない。希望のために放ってはおけないよ。みんな今日は集まってくれてありがとうね。ミオだ、イブキだよ。得意料理は肉じゃがっす。脅迫書、炙り文字でアイラーメンだけど、あなたには届かない。牛の国参りのわら人形、私を見て笑ってる。ケラ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 笑ってる。お胸に刺した五寸釘、金槌握ってコンコンコン。ざまあ見ろとコンコンコン、コンコンコン。血文字で書いた婚姻届、今夜ポストに入れました。あの夜挙式を行いましょう。行いましょう、行いましょう。届け届けこの想い、君にも届けこの想い。この凄まじくもまがまがしいオーラは、タオルニアーズどえらい破壊力じゃの。写真の向こうさえ可愛く感じるぞ。私も食べ気がしてきました。歌はうめえけど歌詞とか歌い方とかやべえだろ。爽やかな恋愛ソングだと思ったのに。すごいよ、こんな名曲聴いたの初めてだよ。来世まで解散させてもらうぞ。バンドだ。